が今日営業してる一番上のリフトだと思う。全部すっごいスピードで好きして、そこ行ってみたいと思います。行きましょう。なんか今日は京都の街の中とかは雨が降ってたんですけど、あーすごい景色綺麗。さっきにあそこを滑ってきました。あ、上手。上手い人の後をついていくとね、もっと上手くなれるんだよね。はい、大丈夫。鼻水とか出てませんか？涙も。もっと上手いの見える。なんか、今年2024年のこのシーズンは、なんか揺れてわーって声がビブラートみたいな、ちょっとというか日本全国すごい暖冬 で昨日も奈良の街の中は気温が、ね、16度もあって、で今日すごく暖かいんですね。なんか街の中ではもう雨が結構降っているような状態 で滋賀県のこの奥深い、ね、ここら辺本当に本来ならすごいパウダースノーなんですけど、ちょっと、ね、見えるかな、なんかもう地面が見えちゃってますね。上手い人がいっぱいいるんだな。この辺りにいたら修行になりそうですね。でもなんか真っ白になんか煙っててちょっとだけ怖いな。なんかちょっと一人だしね、神秘的な感じはいいけどちょっと怖い。でも長くなんか滑りたいので、ここから一気に下まで一度行ってしまおうかなと思います。お、上手かなと。はぁ、真っ白でなんか雪ではないです。これ吹雪いてるわけではなくて、ただミスティーな感じ、ちょっとこうもやってるとか霧が出てる感じです。ちょっと怖いよ。ね、私もスマホもやりたいな。楽しそうだよね。でも決まって毎回スキーをやるの、スキーの方が得意で、なんかやっぱり滑ってると気持ちがいいからなんですけど、スノボも好きです。何度もやったことあります。あ、だいたい4分ぐらいなんですね、このリフトね。てかビデオ撮ってる一つの理由はこのリフトどのぐらい時間かかるかなと思って、帰りね、なんかバス1本しかないんで絶対乗り遅れられないんで。ここがいわゆる中間駅というところのようです。はい、到着。じゃあ、ここからとりあえず滑ってみようと思います。
と地面出てて怖い。言い訳をしたしとかして、めっちゃすっごい見て、こんなシャーベット状の雪、ちょっとあー大変、よいしょ、冷たいよ、ちょっととりあえず下まで、ないかな。ちょっと次からストックを下に置いてきますね。では、はい、こんな感じで、ちょっとあ、ごめん、画面がぐちゃぐちゃになってごめんね、クラクラするような、行きます。指導って感じですよね。はい、行きましょう。こっちに行けばいいのかな。忘れた。あ、失敗した。
やばい。久しぶりに転んじゃったよ。本当に。なんかね、結構ね、うまいわけじゃないんだけど、なんか子供とかやってるから、なんていう、転びそうになったらこう踏ん張ったりとかして転ばないんですよね。さすがにちょっと今日の雪はすっごい重いし、あとストックをこう腕からなんかぶら下げてて引っかかっちゃって転びました。やっぱり危ないことはやめましょう、良い子の皆さん。見て、本当に雪がない、やばい。で、見て、あの大量の雪解け水、笹とかも見えたり、この感じ。めっちゃ楽しい。はい、北海道育ちのサミです。北海道は本当5月上旬までスキーできるので、本当に1年に12月からスキー始めて、なので5ヶ月間ですかね。毎年ね、5ヶ月も毎日週末ごとに本当にスキー場に通い詰めてたので、あ、見て、すっごい綺麗なんだけど、わー、こんなのスキー場で見たの初めて。もう砂とかも出ちゃってて、もうなんかミネラルがいっぱい溶けてるせいか、なんか綺麗ですね、色がね。ずっとあのゲレンデに沿って雪解け水の川が流れてます。まあとにかくそういうわけで、今は香港に住んでて、年に1回か多くても2回ぐらいしかスキーができないので、スキーの腕もなまってきてるし、なんか慣れない子ちょっとベタ雪だとなんか前みたいにうまくスキーできないしで、てんやわんやですが、すごい楽しんでます。本当に奥伊吹万歳。見てくれてありがとうございました。またですけど、今からね、真剣にちゃんとストックを持って、カメラも構えない、真面目にスキーやりたいと思います。じゃあね、バイバイ。上手い人いないかな。この人結構上手い。この子かわいい。うまいし、かわいい。違うの方がなんか雪質がちょっといい感じですね。ね、あっちよりこっちの方が、ここ、このリフトの真下が気持ち柔らかいのかな。ここを滑ってみましょう。あそこから、でも右はちょっと土が出てるから、左抜けて、で、このリフトの真下ぐらい感じかな。溶け水、こんなに溶けちゃってるんだもんね。
雪も減るよね。ただちなみに今日の積雪は1メーター50センチなので結構ある方だと思います。で北海道では多分220ぐらいあるのが理想って言われてるのかな、うん、うまい、うん、では私もいざ出陣。上行こうかな。やっぱこっち行こう。